八木県と米市を本拠地とする食品スーパーマーケットチェーンである。CGC グループに加盟。宇治えスーパーの本拠地であると市は農業の盛んな地域であり、県の食肉流通施設も市内にある。また有数の漁港である、気仙沼漁港と消費地である仙台市の中間に位置する。同社はその地の利を生かして、地場産品の野菜、 魚介類の取り扱いを得意としている。セミスルフレジを従業員の確保が困難な仙台市や東日本大震災による沿岸被災地の店舗を中心に導入している。創業当時は農村の八百屋であったが、その後食品スーパーとしての業態を整え店舗数を拡大。1990年代後半までは県北部地方を地盤とするローカル食品スーパーであった。 しかし、近年では、県内の大消費地である、仙台市や石巻市に進出し、勢力を急拡大している。県北地方、留め地域周辺に展開していた形態より、洗練されたスタイルの店舗を、仙台市の主に近郊住宅地に展開している。また、従来の本拠地であった留め地域の店舗も、仙台と同様のスタイルに建て替えを進め、仙台県の初期店舗である。 塩釜店の改装を行うなど、年々激化する同業他社との競合に生き残りをかけ、しのぎを削っている。ほとんどの店舗は10時回転の店舗が多いが、県北部などの一部店舗では9時30分回転の店舗等も存在する。さらに、閉店時間の方も、以前は一部店舗を除いて24時閉店で統一されていたが、現在は22時閉店。 21時閉店、20時閉店など、開店時間と同様に特に決まった時間での閉店ではないため、2店舗以上存在する一部の市では、閉店時間の早い店舗と遅い店舗が存在する。また、最近では種類を取り扱う店舗も増えつつあり、その際は、看板下の店舗名が書かれている部分に閉店時間と、共に大きな酒の文字が書かれた赤い看板を掲げている。なお、 石巻市や古川市への展開初期には激安を売りに、下、ユーマートという店を展開していたが、現在は、宇治えスーパーとユーマートの間での業態の際はない。移転リニューアルオープン等があったため、ユーマートは石巻店のみとなった。形としては、同じ石巻市内の石巻かナン IC 近くに、新規出店したイオン石巻ショッピングセンターへ、統合。ありがとうございます。